んのゆいとあさみです。今日の企画は、はい、ピアニストが本番の日に使いたい秘書リップを紹介します。ウェーイ絶対毎回するの、毎回するこれ、毎回する、決まってるんだ、決まってるんだ、はい。ということで今日はですね、あの本番のコンサートとかコンクールとか演奏会の日に使いたいなっていうようなリップをあの紹介させていただきます。やっぱり勝負リップっていうのは、はい、どんなんなんですか？勝負リップっていうと、なんか本番にさ、その自分がコンサート弾く前とかに塗るじゃん、どうしても。それは弾いてる間には塗らないよね。いや、そりゃそうなんだけど楽屋とかでさ、弾く前に塗って行くじゃん。行く。ギリギリで塗る。ギリギリで塗るじゃない。それまでこうお茶飲んだり食べたりするときあるから、うん、ギリギリ塗るじゃん。でよく食べるもんね。そう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 。でなんかほら食べててリップ塗り直そうと思ったらすごい呼ばれたことあってね。あった。もう行くよっつって。もう早くしてっつって。口紅塗り直してる場合じゃないからっつって。そう。呼ばれたことあって、ね。あったあったあった。そうなのでギリギリに塗るのでどうしてもその気分が上がるようなやつ、うん、が結構選びがちかなって思いますね。で一番最初その気分が上がるっていうのとはちょっと別なんですけど、気分が上がるって言っといて別なのいやあの下にね、下地、下地として、下地、下地、下地としてね、下地、下地、下地、はい、これイタリアのキコミラノっていうあのお店なんですけど、これフランスにも全然入ってて、すっごいびっくりするぐらいプチプラなんですよね。もうキャンメイクかっていうぐらいの、キャンメイク、フランスじゃない、イタリアのキャンメイクイタリアのキャンメイクっていうぐらいプチプラでですね、こちらがこのなんかこうこういう感じで開いてこう出すと、あの全然色のつかない普通のこう下地みたいな感じで、本当に透明のこういう感じなんですけど、実はこれ後ろにリップボリュームって書いてあって、プランピングエフェクトリップクリームって書いてあるんで、プランパーといえば有名なマキシマイザー、マキシマイザー、ディオールのあれのプチプラ版です。プチプラ版ね、はい。なのでまあそのご飯食べたりとかするじゃない、楽屋で、うん、でその時に一応先に塗っといてちょっとスースーする、塗った後唇が、なるほどね、フランパーみたいな感じだから、うん、それをまあその先に塗っといてから後で口紅を使っていくっていう感じにしてることが結構あります。私下地がね、そう大事、大事、そうなんですよね。でまず口紅のそのリップの中で一つ目はこちらですね、ランコムです。これランコムのラプソルクージュの214番、ローズとルビーという色でですね、結構これね赤い、私が持ってる口紅の中では赤い、結構赤いです。こんな感じ、目に塗るとねこういう感じの色ですかね、こういう感じ、かわいい、かわいい、ちょっと青みの赤い口紅って感じですね、うん。でどうしても舞台って結構離れてるじゃん、うん、お客さんと自分の舞台の上が、うん、でなんかあんまり口に色がないと顔色悪く血色悪く見えるよね。そうそうそう、血色悪く見えるんで、割とこういうパキッとした赤、普段は私あんまり赤い口紅使わないんですけど、こういう色本番だったらいいかなと思って使ってることがたまにあります。で次2本目もなんとランコムなんですけど、ランコム好き、ランコム好きなんですね。でこれは色がですね、ラプソルフージュの06番のホーズニュという色で、割とねスルスルって塗れるんですね。で色はさっきの赤と比べて割とヌーディーな、ヌーディーな顔じゃない色だね、ベージュ、ローズベージュみたいな感じ、塗るとこんな感じ、下に描いてる方ですね、割と可愛いピンクベージュ、ピンクだね、ピンクっぽい感じの色ですね。でこれ何を隠そう、これあさみちゃんにもらったんですけど、これ何って、このケース、ケースかわいい、ケースがテンション上がる、テンション上がる、そう、弾く前にテンションやっぱり上げてきたいからね、そう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 、このケースがテンション上がるっていうのと、あともうここ押したら出てくるっていうもの、便利さね、便利さ、これがもうね手放せないですね。これもうだってカバンに1本入ったらめ
っちゃ嬉しいじゃん、このキラ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 嬉しい。そうなんで、まあ、色もすごい気に入ってて、これは割と普段使いもしてる色なんですけど、もうあのケースが可愛すぎて持ち歩きたい、本番の日も持ち歩きたいって感じ、持ち歩きたいっていう2つです。で、3本目、これ最後ですね、私が紹介する中では。これが、イヴ・サンローラン、イヴ・サンローラン出してきました。急にイヴ・サンローランだね。はい、イヴ・サンローランのベルニア・レーブル・ウォーターステイングローというのの203番っていう色ですね。で、これなんかね、すごい人気だったらしいのね、フランスでも日本でも。で、ただなんかこの色なのか何な、この形状なのか何だったか忘れたけど、なんかコロナの影響とかもあって生産中止になって、なんか日本では幻の一品なの、一品になってる。そうなんですけど、まあこれあのすごい、あのもうね、本当にグロスみたいにスルスルなんです。こういうアプリケーターみたいになってて、こうスーみたいな、こうスーって伸びるんですよ、っていう感じの、この一番下に塗った色ですね、こういう感じなんですけど、割と可愛い色なんですけど、これがね、あの本当にマスクで何も一切取れない、すごいじゃん、一切取れないっていう感じで、どうしてもさ舞台の上って乾燥するじゃん、暑かったり、あのライトが当たったりとかして乾燥するので、結構こういうちょっとみずみずしいリップででも落ちないやつをつけとくと、髪についたりしないの？髪についたりはしないですね。あの一回ティッシュオフとかしたらちゃんとこうペタッてしてくれるんで、あのみずみずしいやつ使うっていうのも結構おすすめで、私はこれ使ってます。これも結構テンション上がるじゃん、ちょっとピンクっぽい、あのケースで、結構ピンク系好きだね。ピンク系好きですね。そんな感じで、まあこの一番上が唯一ちょっと赤めかなって感じ、私の中では。このあたりを本番でよく使ってます。はいはい、次はさみちゃんですか。はいはいはい、じゃあ続いて私がおすすめしたいのはですね、はい、やっぱり同じくランコム。ランコムいいよね。ランコムいいね。やっぱりこのここにあるバラのマークが可愛くてテンション上がる、ときめくね、ときめくときめくんだ、ときめく。これはランコムの368番ローズっていう、もうローズそのまんま、そのまんま。結構ピンク系、でもはっきりしたピンクだね。はっきりしたピンク、はっきりってしてるね。こんな感じでパキッとしたピンクですね。これは、はい、やっぱり舞台上だと血色悪く見えるんじゃない、映える映えさせたいときに血色をこうよく見せたいときに、そう、はいはいはい、こういうパキッとした、そうですね、どうしてもちょっと暗く見えがちだから遠いと、そう、それに横向いてるじゃない、ピアニストは、だからパキッとした色が欲しいなと思って、はいはいはい、そういう、これは1本使ってます。はい、次はですね、こちらシャネルの、出ました、シャネル出してきました。シャネル出してきたね。442番ディミトリー、ディミトリー、ロシア人ロシア人来てくれたねディミトリー誰なんっていうディミトリーの色、どんな、ディミトリーの色知りたい、知りたい。赤いね、赤、これ対照的だよね、結構。そうだね、結構ピンクだったじゃん、ピンク系でしたね、結構赤。私結構はっきりした色が好きなんですよ。なんかあれなんだね、きっとあの調べてもらったら、ほらパーソナルカラーとかで、あれなんか似合う色とか、イエベブルベみたいなあるんじゃないですか。こっち2番目の方ですね、赤いね、結構赤いでしょ、でもこれは割と普段でも使えそうな赤、ね、春先に使いたい色ですね、そうですね。で3本目、はい、3本目はディオール、あ、こちらも王道ディオール、クリスチャンディオール、クリスチャンディオール、これはですね、ホージュディオール765番、モンマルトル、モンマルトル、いいじゃん、
モンマルトル。じゃあモンマルトルの近くで演奏するとき絶対これじゃん。モンマルトルで演奏するとき、アメリ演奏するときこれ絶対持ってくんね。じゃあ、うん、これも赤いね。赤いんです。赤いね。私こんなに赤いの塗ったらもうなんかもう唇お化けみたいなどうしたみたいな、出てきたみたいな、似合わないね。これここの3つ目の色ですね。でもパッと見真っ赤に見えるけど、ちょっとずつ3本とも全部違うね。ちょっとずつ違うんですよ、うん、意外と、ね、もうこれ全部一緒の色みたいに色つけてるみたいに見えるけど、実は違うんだよ、実は違うんですよって言ってでこちら4本目、不思議な形のなんかダンベルみたいにダンベルみたいに見えてきたけどダンベル、ダンベルリップ、ダンベルリップ。怒られるからやめてこちらディオールの、ディオールに怒られるから、ディオールに怒られるね、うん、完全に。06番、はい、ディオール、ディオリフィックっていうのかな、ディオリフィック、ディオリフィック、パシフィックみたいな感じ、パシフィックみたいな感じでディオリフィック。じゃあなんかもうこれぞディオールみたいなこと言いたいかな。ちょっとじゃあ色を見てみましょうかね。はい、これうわなんとすごラメが入ってるんですよ。こんなん、こんなん普段使いできないじゃん。できないじゃん。これなんか戦場パーティーしか戦場パーティーか本番しかつけられない。そうだから本番でおすすめしたいリップ。でも意外とそこまでギラギラしてないね。塗るとこの4つ目ですね。ギラギラしてない。あの見た目結構ギラギラしてるんですけど、うんうん、塗ると控えめキラキラみたいな。可愛いね。そして色が。そう。可愛い。だから、うん、ちょっとピンクよりな。洗浄じゃなくても一応。戦場ディナーじゃなくてもつけられる。戦場ディナーじゃなくても、だから私はこの4本、はい、結構ピンク濃いめ赤、うん、よりだね。赤よりをつけてますね。はい。で最後おすすめしたいのが、同じくさっきゆいちゃんが貸してくれたのと同じく、はい、ミラノキコ、はい、イタリアのキャンメイクね。イタリアのキャンメイクキコミラノ。これこっちが、はあ、なんて言うんですか。え、こっちに、こっちが色がつくってことだよね。こっちが色、こっちが、はい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 、こちらが色付きで、普通の、かわいい色じゃないですか。珍しく。珍しくちょっと、おとなしい色。おとなしい色。あー、ベージュ、ブラウン系。角度がもう。角度がこう結構難しくなってきますね。そう、ベージュブラウン系の、かわいいね。ちょっと紫っぽい。うん。じゃあそれはなんかあれ、衣装の色とかによってちょっとやっぱ衣装汚したくないじゃない。うん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 、そのとそんな時のためにこっち側の透明な液体が入ってて、はいはい、これをですね上から塗る、トップコートってこと？塗るんですよ。はい。そうするとこれちょっと全然落ちない。落ちないんですよ。あ、そのトップコートをつけたことによってもうこれでつかないよ、唇の色が。そう、だからマスクをつけててもめっちゃいいやん、使えるっていう。めっちゃいいやん、キャンメイクやん、すごい。なかなかやってくるでしょやってくる。ちょっと買いに行くわ、これ。これ買いに行ってほしい、うん、ぜひ買いに行く。そんな感じで、こんな、うん、いいですね。今の時期必須な、必須な。でなかなか口紅つけること少なくなっちゃってると思うんですけど、うん、そんな時に大活躍するリップです、うん、はい。
はい、そんな感じでそんな感じで、はい、ということでですね、今日はあのピアニストが本番の日に使いたいテクニックを紹介させていただきました。あの本番がある方はもちろんそうなんですけど、普段使えそうな色もあったかなと思うので、もしよかったらぜひ参考にしてみてください。今日も視聴ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。バイバーイ。